はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、石井ちゃんです。それでは第2ステージですね、足利義輝のステージ、後藤又兵衛の第2ステージの、パート2を始めていこうと思います。そうですね、いやボスが3人で、ラスボスというか足利義輝も含めて4人出てくる。ここはね、ちょっと結構厳しいな。もう3人の鶴姫は倒したんですけど、あと残りの上杉謙信、あと毛利元就、どっちもちょっと逃がしちゃってるんで、まあ逆に言ったらもう開き直って、ここはここからちょっとゆっくりできると思うんですけど、いやーもう上杉がそういうのだ、確かな待ち遠しいさ。いや怖いんですよマジで。俺はもう知ってますから、あのおっさんの怖さを。あの島左近の最終回第9回放送を聞いてもらった人分かると思うんですけど、あのおっさんね、変態なんですよマジで。何を隠そう、わしも博打には興味がみたいな、そんな、なんかそういうねノリなんですね。いい年して結構博打好きというで、なんか趣向を凝らしてみようみたいな感じで、赤いね、赤と黒でルーレットしてくるんですよね。いやあれが今回はなければいいんですけど、もうこいつムカつくな。うるさいわ、これ強いな。何がいくつだろうね、敵さんの死んだボス、そりゃご愁傷様。あれどっちだっけ。いや怖いっすよこれ、普通に考えたら。この人が突き刺さってる上半身だけっていう。戦国大将軍になったってことは、お、いいっすね。ちょっと一回帰ってあの櫓だけ倒しましょう。陣だけ取っていきましょう。あと一個なんでね。これで投げれるんですよ。これ投げれると、投げてる間はこういう風に技も使えると。合体って声今聞こえましたね。やべ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 、ちょっとお前弓矢は鶴姫のお箱だろ、なんとかしてくれ。OK、どうにもならぬ。これで投げの生きのこう、あの輪っかを投げて、ほら取らない時あるんですよたまに。これどうしたらいいんだろう、どうやれば。ちなみに今 R1 ボタン投げたんですけど、 R1 ボタン押しっぱなしにしとくと投げないのかな。あの武器持ってる時と持ってない時で同じボタンを押しても攻撃がバリエーション違うんですよ。それがね結構あれかな、掴む瞬間に別のこういう技を発生させると取らないのかな。必ずや果たしますれば。OK、 何気にあの武器持ってない時の攻撃も結構強いんですよ。いいっすね。しかも最初もっさりしてんなと思ったんですけど、慣れてくると結構いいかもしんない。するままに行け、世のあった場所はその先だ。あれどっちでしたっけ。陰謀ですね、陰謀 and おにぎりこいつおにぎり食った時に別にって言うんですね。もう徳川家康を見習ってほしい。もう体力満タンの状態でおにぎり食べても助かるなって言うんですよ。助かるな、本当は助かいらないですよ、おにぎりパワー全開だから。でもこう助かるなっていう、もう爽やかにね。やっぱ徳川家康僕好きですね、このゲームの中では。さてさて、そんなこと言ってるうちに全員陣を取って、敵もほぼ殲滅しました。あとは足利
もしくは逃したあの二人がいるのかなっていう。こっからこの動画見てる人分かんないかもしれないですけど、遠くにいる気がするんですよね、足利らしき人が。怖いなぁ。いやいや、目を背けるなっていうね。ここだよ。よいしょ。この戦絶対勝とうぜな、みんな。おかげさまで今宵もうまい酒が飲めまする。うわ、これはすごい。武器なしのロック技ですね。これ武器ありのロック技。これの武器なし。広いなここ。あ、なんか宝物があった。用心しないと危ない。人が入ってきちゃっても知らないよ。もしかしたら、体力なくなって逃げ惑う時にここに戻ってくるかもしれないですね。まあそうならないことを望みながら先にアイテムだけ取っておきましょうか。はい、こんにゃくですね。こんにゃくを3つ取りました。ラスボスっぽいステージなんだよな、ここは。いるし、ほんでもう向こう向いてるんですよ。向こう未来を見てるんですかね。我が望むは人々がたぎろう熱き時代、すべてのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創生の時。やばいな、もう音楽がちょっとラストステージっぽい音楽になっちゃってるな。大方は聞いているぞ。やばい、なんか弓矢持ってる。さらにその内なる。うわっ、やばい。いや、おい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 、ちょっとしょっぱなからちょっと強くない？面白きに。やばいよ。しかもパワー減らないし。と言うべきか。ああ、なんだって聞こえてませんけど。おいえ、あ、うーわ、鶴姫、鶴姫使おう。どこが。どれくらい、ね、決まってくれ、頼む。こいつ聞かないのかな、こういう技というか。これこれこれ、この技。あ、逃げてんのか。うわー、やばい。思いついちゃってさ、鶴姫お前で試していい、ね、いやー、とにかく音楽がラストステージっぽくて怖いんですけど。炉方の望みを叶えてやる。それは炉の望みでもあるから。おっしゃ、お、決まるか。うわーくー、必死で抵抗してくださいよ。こっちやばいやばい、なんか笑ってる笑ってる。ハラショーって言いましたね、ハラショー。頼む鶴姫、いや、やれよ鶴姫、やってくれよ。感じるぞ、変化を吹き散る欲望の熱気。どこ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 、まだここか。これではまだ届かぬ。やばい、これね、パワーが3分の2ぐらい減ったら、前回はなんか一気に強くなったんですよ。今動きがもっさりしてるじゃないですか。前回はそこからもう鬼みたいな動きになったんで、ちょっと怖いんですよね。やばいやばいですけど、パワーはそんな減ってないな。うわ、いや、これはやばい、確かにやばい。全力で世を阻め。来た。ああ、うん、これはね、嫌だ、これは嫌だ、これは嫌です。結構斬新だよね。あ、ハラショーじゃなくて素晴らしいですね。よし、よけた。もうこれ勝ったも当然ですよ。もうギガバーサが使えばいいんですから。
怖い。やばい。これはいい。どれがいいんだよ。ちょ、待て。これが世の。なんでやねん。命を閉じ込めそ限り。やばい。え、来るか。来た。すげー。てか、パワー全回復してんじゃん。ちょ、もう先にギガ使いましょう。ギガ、やばい、パワーがやばい。もしやりゃいいんだろうな。いやー、勝てるかな。あ、近くにいる。すげー食らってる、恐竜しい。半分か。ちょっと待って。確かあったな、こっちになんか赤いの。あったよ。知ってるよ。どうしてもおにぎり。痛いよ。痛くするよ。今を。やばい。ねえってば。やばいな。あれ撃ってくるんでしょ。いやあ。あ、くっそ。違う。鶴姫こっち。うお。あーくそ。あ、じゃあここに追い詰めてこれを使おう。鶴姫一緒に攻撃だ。頼む。もうちょっと溜まるんだ。どっちにしてもバサラバサが溜まれば助かる。いけ。よし。物が命。やっとくせ。要はここまでやった。友よ、人々を導け、新しい世界へと。いやー、全然もうラストボスと同じじゃん。ラストステージと同じ強さじゃん。これダメだよ、第二ステージ持ってきちゃう。まったく、デクの相手するのは本当疲れるね。ねえ、いやー、勝ちましたね、なんとか。ありがとうございます。さてさて、次のステージは、ここはね、結構武功を上げたので、浪人、足軽頭、侍大将、戦国大名、戦国大将軍と全部取りましたね。上杉謙信。戦上手で兄も上手なお前だ。確かにあいつは本当にムカついた。また閻魔帳を取り出して、精鋭豊臣軍の一員だった晴れがましい姿も今は昔か。見たかったっすね、その晴れがましい姿。刻んで蒸して煮て焼いて茹でて、ああダメだ、足りない、全然足りない。軍神上杉謙信、日の本屈指の武人、かつて又兵衛様が完膚なきまでに敗れ去った相手。あ、そうだったんだ。おや、お前今妙なこと考えてなかった。俺様があいつにズタボロに負けたとかねえ。は、いえ、そんな、まさか。あの一戦で又兵衛様は初めてつまずいたのだ。あ、じゃあエリートだったんですかね。確かにそう言われてみれば、なんかそういう人もいそうですよね。エリートで一回のつまずきでこんなことになっちゃうみたいな。どんな感じでしょう、次のステージは。お、これは女の集いへと。
これは何なんでしょうね。これは全くわけわからん。なんだと？え、2ステージだけ？これはもう加賀温泉乙女の集い、加賀前田会、これもう絶対ここ行けってことですよね。それでは第3回もあの再生回数が増えそうな回になりそうですね。ここに、今まで通り鶴姫を連れてちょっと温泉に行ってみようと思います。それではご視聴ありがとうございました。では、第3ステージで会いましょう。じゃあねー。